11月7日、例年より1ヶ月余り遅く、富士山の初冠雪が観測されました。皆さんこんにちは、中川地登山隊の隊長です。今回、雪をかぶった富士山を見に行こうと、向かった先はこちら。山梨県にある日本200名山、三ツ峠山です。登山道はいくつかありますが、今回は最短コースで山頂へ向かいました。美しい紅葉を見たり、素敵な出会いもありましたよ。ありがとうございます。すいません、あの文豪太宰治を登ったという三ツ峠山とはどんなお山なのか、徹底的にご紹介します。それでは早速行ってみましょう。はい、この三ツ峠山、主に4つある登山口のうち、今回は最短で山頂へ行ける裏登山道の登山口から登りました。登山口までのアクセスですが、公共交通機関の場合は登山口近くにバス停がありますが、ここまで来るバスが午前中に1日1便しかありません。帰りのバスがないので、こちらから登られた場合は別の川口湖方面の登山口へ下山してください。お車の場合は中央自動車道富士吉田線川口湖インターチェンジから一般道で15キロ、およそ30分です。登山口に無料の駐車場があります。こちらの舗装されている駐車場と、そこから少し上がったところにも駐車場があります。駐車場にお手洗いもあります。暖房が効いた暖かい、とても綺麗なお手洗いでした。ただし冬季は閉鎖する恐れがあるようなので気をつけてください。寒いですね。これ気温はさっきは7度ぐらいだったな。これ、すごいな、このチェーンみたいな、これ何ですか。これはすごいね。え、雪ちゃうやろ、急やから。急やから、急やから食い込まし、走るために。なるほど、食い込ませるために。ああ、ここ走ってきはるねんな、ここな。これあの、だって泥だらけやもん。自動車、今回は小屋の車も通る登山道を登っていきます。富士山見えるかな。富士山が見えんかったらもう普通の山になるぞ。まあでも初めて来る三ツ峠山やからな。あ、そうですね。富士山を見るために大阪から450キロ気合を入れて走ってきました。太宰治も来たらしいですよ。あ、そうなんや。はい、太宰治知ってます。はい、太宰治の作品言ってみてください。はい、マダム隊員完全に笑いでごまかしています。ザボンチのおさむちゃんやったら分かるんやけどね。おさむちゃんです。おさむちゃんは分かるけどな。はい、ほな行きます。ほな行きましょうか。ほな行きましょう。はい、レッツラゴー。すごいな、舗装されてるで。コンクリートが、コンクリート車が、上がるからね。上がるから、こんな、はい、歩きやすい道を進んでいきます。三ツ峠山の山頂の標高が1785メートル、登山口の標高が1297メートルなので、標高差488メートルを登っていきます。落ち葉の絨毯を進んでいきます。サクサク言ってます。私たちが三ツ峠山を訪れたのは11月の中旬で、登山口のあたりはちょうど紅葉の見ごろを迎えていました。美しい登山道をゆっくりと登っていきます。
10分ぐらい歩いたところにあるのが、第一ベンチ発見。なんか崩れてるけど、コンクリート製です。はい、歴史を感じるな、ここね。ねえ、割れてるし、昭和の登山の人たちはここに座って休憩したはったんやろうな。行きましょう。はぁ、頑張ろう。まだまだ山頂までは遠いですよ。駐車場から山頂までのコースタイムは約1時間15分です。ここはなかなか平和な道やな。広いし、道も。これ登山道というか林道やね。林道。歩きやすい道だと思って安心していると。テキサーニュって、あ、テキサーニュって、あ、テキサーニュって、あ、まだ大丈夫ですか。はい、歩きやすくても油断大敵です。この地味坂のせいで息の切れた私はきついで。いや、これはそんな急じゃないっすよ。急じゃないけど地味な急。地味な急って何やねん。地味な、名付けて何、地味急。いや、そんないらんやろ。前半は決して急な坂道ではありませんが、マダム隊員の言う地味な急登、地味急を登っていきます。この三つ峠山は今では多くの人が訪れる人気の山ですが、古くは奈良時代から修験道の霊山として知られた信仰の山だったそうです。三つ峠山の名前の由来ですが、開運山、木梨山、御巣鷹山の三つの山の総称という説や、開運山の尖った三つの峰を指すという説のほか、山頂に湧き水があって、三つ峠となった説などもあるそうです。ガードレールあるわ。え？ガードレール？うわ、何これ？あ、さっきの車のため？そうかな。なにこのちっちゃい緑の。ああ、何これ、落ちてるし、けどな、車通っても怖いね、ここ。こんな段差とかのさ、普通の乗用車やとそこすれへん、これ大丈夫？車高高くないとわかんない。車高タンは無理や。車高タンはどこも無理っしょ。車高タンって久しぶりに聞いたわ。分からんって今の人ら。今日ボンタンじゃないからね。今日はボンタンじゃないから。ボンタン持ってたんすか。何ですか。反乱にボンタン。反乱にサックス持ってたから。変態プレイやないか、それは。反乱にサックにキャップ。まだまだ、なんすか、その80年代の売れないディレクターみたいな。なんすか、この着方。受けて。いやいや、いいっすよ、別に。要するに売れないディレクターやってくださいよ。売れないディレクターは嫌だ。はい、アホな話をしてたらマダム隊員が何かを見つけました。雲海が見える。雲海？雲海。そうか。もうやめて、そういうこと言うの。はい、マダム隊員のしょうもないダジャレは置いといて、とても綺麗な雲海を入れましたよ。さらに上を見ると枯葉が綺麗に舞っています。素敵やな。いいね。いいな。三つ峠山の深まる秋をしみじみと感じていると。なんだおめえは。おめえは仙人か、これは。誰が悟空やねん。おめえ仙人だ。おめえなんだ、おめえは。はよ行け。はい、亀仙人と登っていきます。前から人が来たので富士山が見えたか聞いてみました。富士山見えました？ええ、あ、見えました。あ、よかった。ありがとうございます。富士山が見えたということで期待して登っていると、亀仙人にトラブル発生。わあ、わあ、わあ。亀仙人折れた。亀仙人。
仙人じゃなくなった。亀仙人って何なん、知らんで見てないから俺そのドラゴンボール。ドクタースランプで終わったから、うん、その辺は、うん、ドクタースランプってわかんのかな令和の人たちは。あられちゃうか。何もうエッチね。ほよよ。亀仙人の次は50代のあられちゃんと登っていると分岐に出ました。三つ峠山の山頂へはどちらからでも行けますよ。三つ峠山荘方面に。三つ峠山荘ウェルカム。うん。急だ。しばらく登ると三つ峠山荘が見えてきます。三つ峠山荘に到着です。しかし、ガスガスです。やばい。何も見えん。ああ、真っ白や。この日の眺めは最悪ですが、気を取り直して、三つ峠山荘のご紹介をします。こちら、通年営業の山小屋です。一泊二食付きで、大人一人9000円。素泊まりは5500円になります。冬季以外は入浴も可能ですよ。こんにちは。山小屋では甲斐犬がお出迎えしてくれますよ。三つ峠山荘からしばらく行くと、もう一つの山小屋、四季楽園があります。宿泊料金はお部屋のタイプや食事の内容で変わります。詳しくはホームページのリンクを概要欄に貼り付けていますので、そちらからご覧ください。自販機ありますよ。コーラ300円、ノンアルコールビール300円。山値段になってます。じゃあ山頂行きます？やめる？いや、行っとこうか。せっかく来たからな。はい、ガスっていますが、めげずに三つ峠山山頂へ向かいます。押し高山と分かれ道で、こっち、山頂行きましょう。三つ峠山頂。三つ峠山へは、分岐を右側に登っていきます。はい、やっと山頂に着きました。駐車場から撮影などをしながら、のんびり登って2時間ほどかかりました。こちら、三つ峠山。別名、開運山の山頂です。ガスガスです。山頂もガスっていて、残念ながら富士山を見ることができなかったのですが、なんとここで山頂におられた方から富士山のお写真をいただきました。私たちと違うルートで登ってこられた信俊さんとともみさん。午前中は綺麗な富士山を見ることができたそうです。そのお写真というのが、はい、雲一つない美しい富士山です。綺麗なお写真をいただきまして、本当にありがとうございます。30分ほど三つ峠山の山頂にいた私たちは、近くにある御巣鷹山へ向かうことにしました。御巣鷹山は三つ峠山の北側にあるお山で、三つ峠山から御巣鷹山までのコースタイムは15分になっています。御巣鷹山に向かっていると、あれ YouTube ですか。はい、そうです。中川千と山隊と申します。はい、ここで視聴者の方にお会いしました。ビーナさんご一行です。登山犬のトビーちゃんも一緒に登られていました。頑張ってるんだな、お前。トビーちゃん、トビーちゃん。元気元気。ビーナさんたちも富士山を見れたそうで、そのお写真が、こちら。雲海に浮かぶ美しい富士山です。お写真ありがとうございます。
こんな綺麗な富士山を見れて、いいなぁ。こちら、いくつもの電波塔が立つ、御巣鷹山の山頂です。御巣鷹山。1775メートル。電波塔の周りをぐるーっと周回できるようになっています。結構崖っぽくない？ここ。落ちたら大変ですよ、ここ。富士山が見えるか回ってみましたが、富士山どうですか？真っ白です。富士山相変わらず真っ白です。残念ながら恥ずかしがり屋やな相変わらず富士山恥ずかしがっています。ガスが晴れるのを待ってみようと、三つ峠小屋と四季楽園のそばにある展望広場へやってきました。ここでお昼ご飯を食べながらガスが晴れないか待っていると、マダム隊員が富士山の山頂が見えたと言い出しました。てっぺん見えたって？これでも青空になってきたの、回すの遅いね。さっきちらっと見えたのに。てっぺん、うん、そんなこと言ってほんま、てっぺん見えた？へこんだところでちょうど見えた。やっぱりこうプラス思考で考えてると見えへんもんも見えるようになるんやね。そういうことじゃないや。1時間ほど粘ってみましたが、結局富士山の姿をカメラに収めることができませんでした。でははい、決断。下山は来た道を戻ります。ピストンです。下山のコースタイムはおよそ1時間になっています。紅葉綺麗な、すごい綺麗。富士山を見れなかったのは残念ですが、綺麗な紅葉を見れてよかったです。車に戻ってきたよ。おー、戻ってきました。うん、はい。今回は往復で約6キロ、およそ5時間30分の参考になりました。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画もご視聴よろしくお願いします。